おはようございます。おはようございます。あー、やっと撮れる。久々に家で、最近ね、あんまり上げられてなかったんだけどね、やっとちょっと撮れる時間ができたんで、家で撮っていこうと思います。で、今回はね、皆さん、お正月お餅買うと思うんですけど、これほぼほぼの確率で余ると思うんですよね。で、うちもね、こんな感じで、ゴリゴリに余ったんで、どうにかね、食べようと思って、ちょっとね、今回ピザ風にして焼いて食べていこうと思っております。なんで今回このホットプレートを使ってね、ちょっと調理していこうと思います。そしたらまずね、このお餅を半分に切ってね、ちょっとね、焼いていこうと思います。いいよ。まずは半分にカット。よし、切り終わったらね、こっちの今温まってるホットプレートの方に、よいしょ、オリーブオイルを垂らしてあげて、これを伸ばすと、もう超引いてきた、熱っ。あ、ちょっと足らないから切るわ。全然足りなかった。はい、はい、オッケー。そしたらね、今これをちょっと焼いてる間にね、ちょっと具材の方を切っていきたいと思います。とりあえず今回用意したのが、見えるかな、これ、ロースハム、舞茸、おソーセージ、そう、これをね、ちょっと食べやすいサイズにカットしていきたいと思います。そしたらまずは舞茸、これなんていうの、ここ切る、切るだけなんだけど、切って、はい。なんか舞茸ってさ、この生のまんまだと独特の香りするよね。あんま得意じゃないんだけど、火通すとうまいんだよな、この子。よいしょ。今ね、ちょっとお餅焼けてきたから、ちょっとひっくり返します。ほう、熱い、熱いし、くっついてるし、熱い、くっついた、くっついた、くっついた、事件事件、これ。よいしょ、よいしょ。今こんな感じ、あっつい、がっつい。今ね、こんな感じでひっくり返したんで、そしたらまずね、先にソース塗っちゃおう。今回用意したのはね、この2つ、バジルトマト、トマトバジルソースか、トマトバジルソースと、あとジェノバソース。まあ本来はね、別にこれピザ用じゃないんで、ちょっとね、粘度が緩いんだけど、まあよしとしましょう。いいよ、よいしょ。こんな感じと、はい、オッケー。そしたらね、今ね、ここにちょっと具材たちを乗せていきたいと思います。おお、すげえ。よし、ここにハムをジャジャッと、オッケー、ウインナーちゃもどーん、こっち伸びすぎじゃね。で、そしたらここに最後ね、ちょっとチーズをあえていこうかと。今日もお出ましのチーズさんでございます。いや、チーズ、よし、はい、ということでね、まあまあ時間経ったんで、そろそろできたと思うんですよ。なんでちょっと蓋を開けていこうと思います。オープン、はい、うわー、うまそう。いや、いい感じですね。いい感じなんだけどね、ちょっと足んないな。やっぱりね、これチーズ系の仕上げはこれなんですよ。これやっていこう、今日も。うん、オッケー。今ね、こんな感じ、こんな感じで完成しましたんで、早速ね、ちょっと向こうに持ってって
食べていきたいと思います。はい、ということでね、今こんな感じで出来上がりました。いや、今日はね、若干背景違うんですけど、もうこれでいこうかなと。いや、とりあえず早速食べていこうと思います。いただきます。そう、切っていかないことには。はこんな感じ、めっちゃうまそう。いただきます。あ、うまー、うわ、めちゃめちゃうま。なこれ、いや全然切れないけど、これ。やっぱお餅ってさ、まあ、お正月なんか特に和風の味付けしか食べないから、こういうのね、変則的に作るとうまいわ。うん、うん、よ、バジルはね、こんな感じ。うまそう、こっちも。チもうま、いいね、もちピザいいよ。うん、うんうん、でもこれだけでもち何個使ってんの？だって10個以上使ってるでしょ。普通のサイズだったらこうやってホットプレートじゃなくてもオーブントースターとかでもね、多分できると思うんだよ。もち3つとかやれば。うん、多分カロリーがすごい、これ。餅とチーズでしょ。これ、やばいよね。うん。ああ。あんまりまあお正月とかでも結構お餅ね、食べない人最近多いと思うんだけど、こういう作り方すると好きじゃない人でも好きになれる気がする。よっ。やっぱね、下側はお餅自体もパリパリになってる。表と裏でね、この食感の違いがまたうまいね。いいよ。うん、やっぱりピザと言ったらコーラでしょ。これだけあると、まあ、お餅とチーズで結構甘いな。甘いとかもったりする口の中が。そろそろ辛いもん食いたいな。よいしょ。はい、ちゅうことで、よいしょ、今日も作ってきましたよ、これ中本さんのまでそばカップ麺。これうまいんだよな。で、こんな感じ、これこんな感じなんですよ。うまそうでしょ。ちょっと麺硬すぎたかも。まあいいや。うんうん、うん、まあ硬すぎた。ちょっと食べにくいからもういいんちゃう、これ。いん、なんかすごいことになっちゃったな、上。まあいいや。いいや、よいしょ。また辛いもん挟むとよりうまいわ。うんうん、チーズとトマトソース、これあえてみよう。あ、これもうまい、全部うまい。うん、今ね、これ残ったチーズちょっともったいないんで、このレンチンのご飯用意しました。これをドンと、うん、まあ前提とで、ここにちょっと味薄いと思うんで、おソースをちょっとかけてあげて、で卵、
いや、これを崩して混ぜて、最後ね、これパルメザンチーズを絶対うまい。いや、最高のね、締めのデブ飯ができました。いや、うまそう。ちょっといただきます。うまウインナーがいい感じに効いてるわ。最後でございます。絶対熱いなこれ。ああ、美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、今日の料理めっちゃ美味しかった。基本お餅ってお正月とかに食べるのがほとんどだと思うんですけど、こういったねアレンジとかもすれば年がら年中楽しめると思いますし、ぜひ皆さんもお試しください。はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。